シウタデリア公園のパビリオン1888年のバルセロナ万国博覧会は1888年4月8日から12月10日までスペインのバルセロナで開催された国際博覧会である。30カ国が参加し、会期中230万人が来場した。要塞の跡地が博覧会場になった。建築家アリアスルジェント・ドゥメナクイムンタネーが主な施設を設計した。 アントニーガウリは、大西洋横断会社のパビリオンの改築を担当し、また、人工の滝、池のデザインに参加したと言われる。会場への入り口として建てられた、外線門があり、会場跡地は、緑豊かなシウトデリア公園となっている。博覧会施設として、ムンタネーが設計したレストランが残っており、自然研究所が使用している。スペイン継承戦争の後、 ブルボン朝の中央政府が統治を監視するために建設した要塞。1869年に取り壊された。田沢港、ガウディデン、P108114。ありがとうございます。